前回あの現在形と過去形が同じになってませんっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、Google トランスレートに当てらせるんで、うんうんうん、いいっすねっていうかちょっと当ててもらっていいですか。あ、了解です、了解です。They robbed the bank. これは後者ですね、過去形ですね。すごいすごいすごい。じゃあちょっと現在形いきますよ。 They robbed the bank. 現在形ですね、全然わかります。なんか前回音程も違うみたいな話をしてたんですけど、はい、この Google トランスレートの音程変わってるんですよ。They robbed the bank. They robbed the bank. They robbed the bank. そうですね。これケビンさんが言ってたことと一緒だなと思って。そうですね。その方がナチュラルですね。もう音程まで言い出されたらもうちょっとね大変です。書いてないですもんね教科書にこれ。どこにも書いてない。じゃあこれですね。I saved my breath.ごめんなさい、これもう一回いいですか。そう。I saved my breath. ああ、現在形か。現在形ですね。ああ、現在形ね。現在形。うん、They managed to do it. 過去形ですね、これは。これ、これ、現在形、現在形、現在形。現在形なんすか現在形、現在形。ちょっとね、もう一回聞かせてください。They managed to do it. これは過去形ですよ、これは。まあ、確かに今、現在形でもこれか、これになるなって思いましたね。でも、過去形に私は聞こえますね。ちょっとじゃあ、過去形流しますよ。They managed to do it. これ遅くなってますね今の。They managed to do it. これね、これ遅くなっちゃうね。They managed to do it. うわー、やられたな。現在形って、ごめんなさい。現在形もう一回聞かせてください。They managed to do it. いやー、過去形の聞こえない。過去じゃあこの Google トランスレートがおかしいせいもあると。いやいや、そんなことないと思いますよ。これは一緒なんですよね。発音がすごい似てるってことですね。これは。They managed to do it.They managed to do it. They managed to do it. They managed to do it. うわ、一緒だ。確かに、すごい一緒だ、これ。これ音程も変わんないです。変わらないですよ、これ。They managed to do it. They managed to do it. 僕の耳には。僕の口にも一緒に。これほど現在形と過去形が変わらないのを初めて見ました。I appealed to them. 現在形。これ過去形、これ過去形。過去形かやばいやっぱり一緒もう一回聞かせてください。I appealed to them. これ、これ過去形出すか ?ED 入ってるんですかこれ。これはい、Google さんで過去形で。マジか。I appealed to them. 全然 ED 聞こえない。今までは、They managed.ED to do it 過去形の Google さんで、あ、ED 入ってんなっていう風には感じたんですよ。確か過去形 ED 入ってたなと思ったんですけど、これはED 入ってないように聞こえます全然。もう一回消してください。I appealed to them. 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 難しい。でも人の言葉で言ったら、これに関してはもうちょっと違いは出るんじゃないかなって思いまして、I appealed to them. I appealed to them.I appealed to them. I appealed to them. いやこれ難しい。これいいっすね。これはすごいっすね。